埼玉大学の堤田と申します。今回はこのような貴重な、機会をいただきましてありがとうございます。また偶然にも私も地理情報の話を、トピックとしてさせて、いただきたいと思います。前半私の方でプロジェクトの概要等々説明させていただきまして、後半で村上先生の方に最新の話題をちょっと一つ提供していただきたいと思っております。で、我々このロイズ DS プロジェクト2018年からさせていただいてまして、3年目であります。地理的価値モデルによる多変量地理空間データ解析というタイトルのプロジェクトでして、ホストを、統計数理研究所の村上先生にお願いしています。で、またプロジェクトメンバーとして、東北大の中谷先生と国立環境研究所の吉田先生の、この全部で4人で進めてきております。で、特に私が、まあ、代表を務めていますけども、特に私がということではなくて、皆さんで非常に、和気あいあいにと言いますか、非常に良い空気でプロジェクトを進めることができておりました。で、成果なんですけども、そのような良い、プロジェクトメンバーと良いプロジェクトを進めることができまして、査読付きの論文も5本と、査読付きの国際学会論文も7本。で、また、別のシンポジウムにちょっと招待いただきまして、講演も3件させていただいておりましたり、東北大学の方で、中国の武漢大学の先生を招聘しまして、一緒に勉強会をしましたりしております。で、また、我々基本的には R で、研究を進めているんですけども、そこの公式レポジトリであるクランっていうところに、ソフトウェア、パッケージを3件、このプロジェクトを通じて、公開しております。またこのプロジェクト内で収まりきれなかった成果としましては、今のところ査読中が2本と準備中のも3本程度ありますので、まだまだもう少し、やり残しの仕事があるかなといったところです。で、地理的価値モデルと言いますのは空間モデルの中の一つなんですけども、空間モデルの特徴としましては、空間的な特性を捉えるためのモデルといったところになるかと思います。で、その空間的特性と言いますのは、二つ大きな代表的なものがありまして、空間的従属性と空間的異質性というものがあります。で、空間的従属性ですね。例えばこの全体的な平均を考えてみたときに、それの局所的な平均というのは、この左側の図ですと、特に全体的な平均と変わりはないように見えます。しかしながら、この尾根とか谷みたいな状況の中で、特に谷のところにですね、非常に似通った傾向がありますと言いますか、ある地点に対して、近隣のデータが非常に似通った傾向があるっていう、特徴を空間的従属性って呼んで、います。で、また、一方でそれにですね、少し空間的異質性といったものを加えますと、右側の図のようになるんですけども、こちらは先ほどの、全体的な平均に対して局所的な平均が、異なっているといった性質であります。例えば、色が白いところが値が大きくて、色が濃いところが値が小さいということにしてみますと、白いところの方が全体的な平均よりも大きい平均を示して、局所的な平均を示していて、色が濃いところが全体よりも低い平均を示している。このようなことが空間的異質性と呼ばれている空間的な特性であります。で、地理的荷重モデルと呼ばれるものですけども、その後者のですね、空間的異質性といったものの把握に取り組むためのモデルの一つです。で、ジオグラフィカリウェイティドモデルで、英語で言いますけども、我々、略して GW モデルと呼んでおります。で、対象の空間内にですね、カーネルを設定しまして、そのカーネルが移動していく際にですね、カーネルの中で、計算をするといった、仕組み、非常にシンプルな仕組みになっています。で、このカーネルの中で、様々な統計モデルや基本統計量などに適用可能な、枠組みですね、フレームワークになっています。で、このカーネルの設計が肝なんですけども、ここが距離減衰移動カーネルになっていまして、例えば右側で、例えば上2つですね、ガウシアンとかエクスポネンシャルって書いてあるものですと、
カーネルの中心から離れれば離れるにつれて重みが小さくなっていくんですが、その重みがまあどれだけ遠くなっても、まあ、ゼロにはならず、ゼロに非常に近いところの重みを持つような、まあ、特徴のあるカーネルでして、下の3つがある式位置を超えたところで重みがゼロになるようなカーネルとなっております。でもボックスカーというのは、カーネルの中心から式位置までのの範囲内であれば重みが1で一定であるというような、まあ、特徴があるようなカーネルがいくつか考案されています。まあ、このようなカーネル考案されていますけども、もちろん、分析者自身の方で定義をすることも可能でなっております。で、これまでなんですけども、まあ、様々な統計モデルにすでに適用されてきております。例えば、GW のミーンやバリアンスコーリレーションといった要約統計量でしたり、一番有名なのが、地理的過重回帰モデルと呼ばれるリグレッションタイプですね。こちらの、本も非常に、有名な、本の一つです。で、その、一般的な通常の回帰モデルからより発展させまして、セミパラメトリックのリグレッションだったり、スパースモデルのリグレッションといったところも、まあ、考案されてきておりますし、ポアソンですとかロジスティックの、リグレッションといった一般化線形モデルの方にも発展していっているところです。で、また、主成分分析などでも PCA やノンネガティブ PCA といったところも、まあ、開発され、考案されているといった状況です。で、かなり多くのこれらのツールに関しては、こちらの GW モデルと呼ばれる R のパッケージがあるんですけども、こちらにかなり網羅されているところであります。で、前回、東北大の方で勉強会していただいた時に招聘したのが、こちらの武漢大学のビンビンルー先生でして、また、その他のここに挙げられている著者の方も、基本的にヨーロッパの先生なんですけども、彼らとも非常によくコミュニケーションが取れているところでして、海外の GW チームと、まあ、日本と、まあ、一緒に、開発や、なんかを進めていっているような、状況です。で、我々のプロジェクトは何をしたかというところなんですけども、我々、ここの、3年間でですね、多変量の地理空間データモデリングに着目しました。近年ですね、非常に多くのデータがオープンデータ化しておりまして、たくさんのデータが手に入るような状況になってきております。それに伴って、まあ、多種多様なものが手に入る一方でですね、それをどう扱うかっていう手段の方が、まだその、まあ、限定的なところなのかなっていう、ところが、まあ、考えられております。まあ、そこで、この、地理的過重モデルと呼ばれる、比較的、わかりやすいフレームワークを用いまして、そういった多種多様なデータをどうやって扱うかっていったところにアプローチをかけていったっていうところが、まあ、我々のプロジェクトです。で、取り組んだトピックとしましては、組成分、データ分析を GW 化したりですとか、因子分析や非不知、主成分分析、まあ、こういったツール、まあ、仕組みを考えて実装したというところ、さらにはですね、ビッグデータ対応を、まあ、目論みまして、GWR の高速化をする、アルゴリズムの改良ですとか、空間データ、空間の分類データみたいなものも非常に扱われますので、そこでの精度分析といったところもこのようなアプローチで進めました。まあ、さらには、アルゴリズムの改良や提案だけではなくて、探索的空間データ分析のためのシステムの開発みたいなところも、取り組んできましたので、まあ、少し紹介させていただければと思います。で、まず、組成データ、回帰ですね。こちらは、まあ、例えば収入ですね。収入が組成データであるようなことを考えます。この例ですと、ハイインカム、ミドルインカム、ローインカムといった3つのカテゴリーに区分され、さらにそれぞれが割合を、もう比率のデータを持っているというところですね。例えば、まあ、とある、地点では、ローインカムが例えば 20% で、ミドルが 30% で、ハイが 50% みたいな地域があるとしますと、まあ、必ず合計すると 100% になるといった特徴を持っています。まあ、それはどの割合になっていても、必ず 100% になるというのが特徴を持つ組成データというものです。まあ、このようなデータに対して、どのように、まあ、回帰式を組んでいくかというところが、この研究の、まあ、コアなところなんですけども、まあ、GWR のコーダという、のような、まあ、ファンクションを考えまして、それに学歴と年齢と英語話者比率といった変数によってどう説明することができるかといった、まあ、研究となります。で、ここの事例ですと、例えば、ハイインカム、
学歴ですね。学歴に着目してみますと、ハイインカムに対しては、まあ、赤ければ赤いほどポジティブな関係があるのではないかということで、まあ、東海岸ですとか、西海岸とかっていったところで、より強く、そのプラスの傾向が見ることができる。また、英語話者比率ですと、ローインカムに今着目してみますと、赤いところで、英語の話者が比率が高い地域では、収入も高い傾向があり、逆に青いところですと、それがネガティブな関係にあるといったことが見ることができます。まあ、通常の回帰意識ですとか、組成データ回帰意識ですと、このような地理的な空間分布みたいなものは見ることができないんですけども、まあ、それを GW 化することによって、こういった地域傾向までも見ることができるといったのが、この研究の特徴であります。で、またビッグデータ対応なんですけども、GW ですね、先ほどカーネルの大きさが結構コアなところになってきまして、その大きさをどう決めるかといったところが、例えば、クロスバリデーションですとか AIC などによりまして、データにどれぐらいフィットしているかといったところを、まあ、検証する必要があります。で、それを加味しながら、計算をしていくと、非常に計算量が多くなってしまうという課題があります。そこでですね、まあ、プログラム上はループ構造が、まあ、いくつか存在してしまうっていうところなんですけども、まあ、そのループを一つ外すような、形のアルゴリズムを考案したところが、まあ、こちらの研究の、ところになっておりまして、まあ、それはカーネルの形をちょっと、こちら側でですね、自由に組み替えさせていただいて、そこでそのループが外れるような、線形的な関係にするといった、内容でございました。で、ここで実際に、まあ、従来の GWR と呼ばれるツールを用いますと、サンプル数が例えば1万点程度であれば、1回の計算量が、まあ、250や300、250とかですね、秒とかかかってしまったところ、今回提案した分析手法ですと、およそま、15秒、20秒程度でその計算が実施することが可能である。で、さらには、従来のものですと8万サンプルとかですね、そのような大きなデータには、とりわけ、対応が難しかったところを、今回提案する手法では、それでも100秒程度の計算量で、まあ、実施することができるという、まあ、こととなっております。で、正解データと、見比べましても、こちらに高速化に適応したものであっても非常に酷似する結果を見ることができます。っていうところが、非常にアドバンテージじゃないかなと思います。また分類データ誤差に関しまして、例えばですね、こちらの例ではインドネシアのジャカルタの都市被覆率を示していますけども、リモートセンシングデータと、グラウンドの検証データから、参照データから、まあ、ある機械学習モデルなどを用いて、このような地図を、作成することが一般的であります。で、この例ですと、ジャカルタの真ん中の方が、中心部なんですけども、色が濃ければ濃いほど、その都市被覆率が高くて、で、白いところが、まあ、被覆率が低いという、まあ、特徴を持っているもので、まあ、それをモデル化したものになります。これをどう、誤差評価するかといったところですと、従来では絶対誤差でマイナスですので、全体的には過小評価されているな、ですとか、絶対誤差とかですと、100% の率のうち 15% 程度が、まあ、誤差と考えられるといった、まあ、全体的な誤差の評価をしていたんですけども、GW 化することによりまして、より局所的な検討をすることができます。例えば絶対誤差ですと、ここの図の真ん中のあたりの方で色が赤くなっていますね。ここは特に、過小評価されている地域であるっていったことがわかりますし、例えば絶対平均絶対誤差とかですと、都市の中心部や外側はまだいいんですけども、この周りですね。まあ、いわゆる郊外といったようなところでは、まだ誤差が大きいといったことは示唆されておりまして、まあ、モデルとしては、まあ、0ですとか100とかですね、わかりやすいところでは、モデルが比較的当てはまりやすい一方で、こういった、複雑な地域は、まだまだ改善の余地があるのではないか、といったことを、まあ、このような誤差マップを通じて見ることができております。で、また、システム開発も少し取り組んでおりまして、こちらは R の Shiny というアプリケーションを用いて構築したものです。まあ、従来はプログラミングで計算を実施していたところ、まあ、変数を選択
ドロップダウンで選択してですね、パラメータも自分で調整、このようにスライドで調整することによって、地図を作成することができます。で、こちらは、相関分析や変相化分析が実施できるようなシステムになっているんですけども、まあ、従来はこの右側のような散布図のみを作成して、相関係数などを計算しておりましたが、真ん中で見られるようなマップが描けることによりまして、よりですね、まあ、どのいった地域が、相関が弱くて高いかといったことを見ることができます。まあ、今回ですと、人口と昼間人口を比較したものですけども、まあ、想定してわかるように、都心部では相関が低く、まあ、その周りの方では比較的この2つの変数の相関が高いといったことが、まあ、地図上で見ることができ、まあ、かつ、非常に探索的にデータ分析をすることが可能であるといったところも、我々のプロジェクトの中で実施することができました。はい。で、ここまでで一旦私の方の、概要を説明させていただきまして、ここから村上先生の方に少し最新の事例を紹介していただければと思います。よろしくお願いします。はい。住田先生、ありがとうございます。それではちょっと画面を共有させていただきます。それでは私の方は、GW モデルが具体的にどういったことに役に立つのかということで、我々が開発してきた手法の具体例を紹介したいと思います。で、最近は、まあ、周知の通り、非常に COVID-19 へ対策をどうすればいいかというところが、まあ、皆さん関心だと思いますので、まあ、そういったところへの応用を紹介させていただけたらと思っております。それで、今回は、例えば人流ですとか、世帯、まあ、高齢者であればより感染しやすいとか、逆に若者であれば、まあ、移動が多いから感染しやすいとか、まあ、いろんな要因があると思うんですが、まあ、例えば東京だとこの人流がすごく影響があるけど、田舎の方だとあまり人流がないので、まあ、社会、世代などが強い、効果が強いとかもあり得ると思いますので、まあ、そういった、どの要因が効いているかということを、まあ、場所ごと、まあ、具体的には都道府県ごとに解析することが非常に重要であるということがありますので、そういったことに今回開発したモデルを使って見ております。で、具体的には今回は先ほど紹介いただいた GW モデルというものを用いて、移動量が感染拡大にどういった影響を及ぼしたかということを世代別あるいは都道府県別に推定してみようという、そういうことに先ほどの GW モデルというものを使いました。で、今回使用するデータですが、2つありまして、1つが陽性者数のデータです。で、これ横軸が時間で、2020年の1月から2021年の1月で、まあ第1波、第2波、第3波という形でそういうデータがあるのですが、こういったデータが都道府県ごとにあるので、こういった都道府県ごとのデータを使って、その背後の要因を見てみようということをやっております。で、じゃあその要因として何を考えるかと言いますと、今回交通量のデータ、の影響を見てみようという、そういう分析をしました。で、今回は Apple Mobility Trend という、そういうウェブサイトがありまして、そこからフリーで、都道府県別の移動の活動量、まあ、これは1月13日、2020年を基準とした相対値なんですが、こういった交通量のデータがありますので、じゃあこの交通量が増えた時に陽性者が増えたのかとか、そういったことを見てみようということに、モデルを使いました。で、まあ、単純にこのデータ見ててもすごく面白くて、例えばこれ赤が車で、まあ、これ紫は、まあ、鉄道と思っていただければいいと思いますが、例えばこの第一波の緊急事態宣言の後は、まあ、すごく下がったんですが、最近の緊急事態宣言だと、まあ、やはりも下がってはいる、交通量は減ってはいるということが見て取れます。で、一方でただ車の移動に関しては、また、元通りになりつつあるけど、鉄道とか徒歩は相変わらず、緊急事態宣言以降少ないという傾向が分かったりとかして面白いデータなんですが、まあ、こういったものを解析しようということをやっております。で、今回は非常にシンプルな解析を行っておりまして、すいません。上に書かれているように交通量が陽性者数に及ぼした影響を、都道府県別に評価するということをやっております。で、具体的なモデルはこちらのようになっておりまして、ただの回帰モデルでして、陽性者数に対して、車の移動が増えるとどうかですとか、鉄道が増えるとどうか、歩行者が増えるとどうかということをやっております。で、先ほどカーネルという説明があったと思いますが、カーネルというのは要するに、ある都道府県があったときに、その都道府県の周りの、データだけを重視して解析しましょうという、そういうことを表してまして、そういうメカニズムを使うことで、まあ、都道府県ごと、
また世帯ごとに各種の効果を見てみようということを、やっております。それでは結果に移りたいと思いますが、まずは、自動車利用がどういうふうに陽性者に影響したかということをまずやっておりまして、上の、この、上の行が、20代の結果で、下が50代の結果でして、また左から右に行くにつれて時間が経っていると思っていただければ、いいかと思います。それで、それで、まず、顕著な傾向としては、特に20代ですと、常に東京から関東、新潟にかけて、非常に強い効果がありまして、で、ここもそうですけど、常時関東甲信越で強い影響があり、この結果からは、関東甲信越では、自動車移動が増えたことで感染が増えたのかなという、そういう傾向が、見て取れます。ちょっと因果関係ではなく、相関を見ているだけなので、あくまでそういう傾向があるというだけの話ではあるのですが、こういった簡単な解析からも、そういった、車がもしかしたら重要だったのかもしれないという結果が、見て取れます。で、特に第1波、第2波、第3波のような感染の高い時期にその傾向が顕著ですので、その、各波で感染者が増えたというのは、もしかしたら自動車、移動の傾向が、影響が大きいのかなという傾向が見て取れました。で、次に、歩行者と、鉄道利用の、それぞれの傾向について見てみたいと思いますが、歩行者について見ると、最初の頃は実はあまり影響がなかったのですが、特に8月ぐらいからすごく影響が高く、赤くなっているということが見て取れます。で、これはおそらくなんですが、傾向としては、最初の頃はあまり感染者がいなかったので歩いてもそんな危険じゃなかったんですけども、おそらく第2波の後ぐらいから非常に感染が広がった結果、もしかすると歩いたら危なくなったっていう、そういうことが結果として現れているのかもしれません。で、これ3年、3なんですが、第3波は特に東京とか大阪でそういう傾向が強くて、もしかしたら蔓延したからかなのかなっていう可能性がありそうでした。で、反対に鉄道に関しては、特に初期に特に強い影響が見られまして、初期の感染流行はもしかしたら鉄道の影響があるのかなという傾向が見て取れました。初期の方が赤いっていう強い相関関係が見られたということですね。で、反対には後期、特に7月以降はそういった明瞭な傾向は見られなかったというのがありまして、もしかすると最近はみんな電車の中で喋らないように警告したり、警戒したりしているので、そういったことがデータに現れたかなという、そういう傾向が見て取れました。そういった形で、例えばこういった、コロナの解析などにも使えるツールでして、他にもいろいろな要因が考えられますので、各種要因が取り込めるように、より幅広い解析ができるように、墨田先生と一緒に幅広くツールの開発です、拡充をしていきたいかなと考えております。それでは墨田先生にお戻しします。私からは以上です。はい。村上先生、ありがとうございます。まとめさせていただきます。このような地理化順モデルなどを用いまして、我々の目指すところとしましては、対象事例の、空間や時空間の現象を、よりよく表現するためのモデル設計といったものを目指したいというところが、長期的な目標であります。そのような目標のに向けまして、今回は地理化順モデルといったものに着目して、様々な改良点を改善してきたといったところです。で、まだまだこれ以降もですね、今後やるべき課題といいますか、トピックはあるなと思ってまして、例えば潜在変数モデルを適用してみたいですとか、ストリーミングデータみたいなものを GW っていうのもカーネルの中の計算で済みますので、ストリーミングでアップデートされた情報をのその場所だけでデータを分析すれば、非常に効率よくデータ分析になるかなと思っておりますし、またマルチスケールですね。今まで紹介してきた従来の GW モデルといいますのは、すべてのデータ分析内において同じカーネルの形状を用いてきたんですけども、それを変数ごとにカーネルをどんどん変化させていくような、この右下の図のようにですね、このようなデータの特徴に応じて、そのような空間スケールを変化させていくようなことですとか、もしくは時空間の対応ですね。空間だけのカーネルだけではなくて、時間が経てば経つほど重みが小さくなるような設計の仕方なんかも、徐々に提案され始めておりますので、こういったアイデアもさらに加味しながら、より良い空間現象、時空間現象のためのモデル設計をできたら、良いのかなと思っているところであります。はい、私からは、報告以上となります。墨田先生、ありがとうございました。